続きまして東京都議会自由民主党幹事長吉原修よりご挨拶を申し上げます。吉原幹事長よろしくお願いをいたします。あなたの後ろ行くわ。そのまま皆さんこんにちは。ただいま紹介をいただきました都議会自民党の幹事長の吉原修でございます。今日はこの日本一の銀座の4丁目歩行者天国の中足を止めていただきまして舛添洋一候補のためにこうした集まりを皆さんで作っていただきましたことを心から感謝を申し上げたいと思います。もう選挙以来11日が経とうとしています。残り1週間であります。どうぞ今日ここにお集まりをいただいている都民の皆さん、そして近隣の皆さん、ぜひ私たちのこの1300万人を超えた東京都民の代表としてどこに行っても恥ずかしくない舛添洋一候補をぜひ知事に押し上げてください。私たち都議会自民党、昨年の6月都民の皆さんに59名という多くの同志を都議会に送っていただきました。これまで都議会史上全員当選ということはなかったわけであります。そうした都民の皆さんに私たちはお約束をいたしました。何としても東京を世界で一番の都市にするんだというそういうお約束をさせていただきました。私たちのこの東京都政史上の中でこんなにも長く知事が不在の時はありませんでした。私たちのこの東京において首都東京、国際都市東京が